文字化けとはコンピュータで文字を表示する際にまさしく表示されない現象のこと。文字化けという言葉はコンピュータ環境で原則としてマルチバイト文字を使用しない欧米等のラテンアルファベット使用言語においては該当する用語が存在しなかったことから日本語の文字化けという言葉がそのまま通用するようになった。文字化けソフトウェアやハードウェアの不具合、文字コードの違い、 エンコーディングとデコーディングの不一致、文字フォントの違いなどが原因となる。パソコン通信の時代は、ハードウェア上の文字化けが頻発した。インターネットの普及後は、運用系、ブラウザ等ソフトウェアに禁する文字化けがある。1倍と文字だけを表示しようとするシステム、2倍と文字だけを表示しようとするシステム、国際規格に対応する全ての文字を表示しようとするシステムなど、 どの大きさの文字コードが表現できるかの違いが存在する。文字コードによっては漢字の表現できる範囲、表示できる他の言語の文字など違いがある。そのため、特定の文字コードで表現できていた文字列を他の文字コードで表現しようとすると対応処理の誤り、対応する文字が存在しないことなどから文字を表現できない。 1倍と文字と2倍と文字を同時に表示しようとするシステムでは前から後ろへの検索においては1バイトと2倍との違いが確認できる。後ろから前への検索においては1バイトと2倍との違いが確認できる文字コードと確認できない文字コードがある。そのためタグ付き文字列の場合にはこれらの処理の違いを確認できるような文字コード、文字フォントに対するタグを付けることがある。 エスケープシーケンスも、ここではエンコーディングに分類する。文字フォントによって、漢字の表現できる範囲に、違いがある。そのため、オペレーティングシステム、閲覧機が対応できる、文字フォント、あるいは導入済みの文字フォントの種類によって表現、できないことがある。1バイト文字には1バイト文字フォント、2バイト文字には2バイト文字フォントを、別々に指定できるソフトウェアもあるが、 確一的に一種類の文字フォントしか指定できないソフトウェアもある。しかしながら文字ファイル名、ホルダ名などでソフトウェアでは2バイト文字を使うと文字分けすることがある。これは特定の機能が1バイト文字を想定した設計になっている場合か2バイト文字であっても特定の文字集合だけを想定した設計になっている場合である。 2倍と文字などを想定せずに設計したソフトウェア通信機能では文字の長さに制約があり2倍と文字で表現した場合にタグ、エスケープシーケンス、拡張符号などの挿入により制限で指定している文字列の長さより短い状態で文字切れすることがあるまたこの文字切れが2倍と文字の1倍ト目で終了している場合にはそれ以降の文字表現が文字分けすることがある UTF-8 でエンコードされた Wikipedia 日本語版メインページを ISO-8859 から1として表示した時の文字分けフォントが不足しているために漢字部分が文字分けしているシフトジスを内部コードに利用するアプリケーションではエスケープシーケンスの取得の仕方に1工夫必要である。ところがそれがなされていないため問題となる場合がある。 海外のアプリケーションの日本語対応時に特に検出しやすい。シフトジスにおいて2バイト目が 0x5c となる文字の場合、2バイト目の 0x5c がエスケープを意味する制御文字として動作することがあり、まさしく表示できなくなる場合がある。通信や記録の段階で文字データの一部が欠落、変質してしまった結果として文字データが 意味不明な文字列として表示されてしまうこともある。ワープロソフトで独自のフォーマットを使用して保存したファイルを別のワープロソフトやテキストファイルしか読み込むことができないアプリケーションで開いた場合に文字化けが発生する。ワープロソフトによってはバージョンが異なるだけで文字化けを起こすこともある。文書ファイルでないファイルをワープロソフトなどで開こうとした場合にも理解できない。 文字列として表示され、これも文字化けに含めることもある。英語など各言語では文字化けを文字化けと日本語のローマ字表記で使用することが定着している。これは、米国のアルダスで日本語版などのソフトウェアの開発を行っていた久保義行がページメーカーのソフトウェアを開発する過程で文字化けが発生することを説明するために文字化けという言葉を使用していたことが その後マッキントッシュの関連業界で普及し、そのまま定着したことによる。CJKV 比、中間腰情報処理、ケンランディ、オライリージャパン、2002日本語情報処理、ケンランディ、ソフトバンククリエイティブ、1995、漢字トークコンジートック。2014年3月13日時点のオリジナルより、アーカイブ。2009年8月30日閲覧。 ここに、久保義幸からの説明メールが掲載されている。ありがとうございます。